はい、3月の、7日午後8時を回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ビットマン TV のお時間でございます。はい、このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最重要ニュースやですね、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産をですね、もう10倍100倍にするお手伝いをさせていただこうと思いますので、ぜひとも今夜もよろしくお願いいたします。はい、今日の内容なんですけれども、皆様いいのが入ってますよ。今日はやばいです、多分。はい。このチャンネルを聞いていただいている方の先行者利益におそらくなるかなと思います。最後までですね、ご視聴ください。お願いします。はい。まずですね、ちょっとチャート分析の方行ってみたいと思います。まずですね、ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、5万547ドル。日本円で言うと544、5万円ぐらいですかね。ここら辺を推移しているような形になっております。そしてですね、やはり私が申し上げておりまして、申し訳ございません。この黄色いラインですよね、この黄色いライン、はい、こちらをやはりこうね、頭打ちとしてちょっとこう押し戻されている感じがやっぱりしております。ですからもう今ですね、下のMACD線ですね、ちょっと4時間足見てもらえます。こちら見ていただくと、もうほぼゴールデンクロスを起こしかけてるんですよ。ですからこれ、このまま突き破る可能性がありますというかですね、3月14日以降がちょっとポイントになるかなと思っております。ニュースで言いますからね。はい。なぜか。ですから、もしかしたら、これ5万ドルをですね、キープし続ける。つまりですよ。昨日私が申し上げました。私がですね、申し訳ございません。しつこくて。こちらのですね、赤い、長期の移動平均線ありますよね。これ今もう水平で保たれてるんですよ。ですから、もう、うようよ持ち合いしてると。ですから、ここをサポートとして、500ドルをですね、なんとかキープしたい。もしくは、ここの、いいですね。この下落トレンドですよ。この下落トレンドをキープして、要するに、割らずになんとかキープしたいってことです。この今のチャンネルを初めて聞いた方、何のこと言ってんだお前ってなるかもしれませんので、申し訳ございませんね。簡単に申しますね。一応、最高値をつけて、いわゆるチャンネルで移動してたんですけども、一段下のところでもう一回チャンネルをこれ作りそうなんですよ。ですから、とにかく、今黄色いラインと、こちらのですね、黒いラインが、いわゆる、なんていうんですか、まあ、サポートとして効いております。こちらはレジスタンスですね。ですから、まあ、いわゆるアセトラみたいな形ができそうかなと。で、抜けたらとにかく強い上昇が待ってる可能性がありますので、おそらくもうちょっとですよ、皆さん。もうちょっと我慢しましょうって感じです。ですから、今、現物でもし乗り遅れたのであれば、ちょっと剣でいいです。剣です。剣です。いいですね。よろしくお願いしますよ。はい。ビットコインに関してはですね、だから流れとしては全然悪くないよということですね。はい、次行きまーす。眠ですね。見てください、皆さん。わかりますよね。もう私、ため息ついてしまいました。ビタ止まりしてるのわかります？ビターですよ。もう むしろ私が引いたラインに沿ってお前動いてんのぐらいのビタ止まりですからね。調子乗りました。すいません。いきますよ。まずですね、ネムに関してはもうとうとうです。とうとう始まりますもん、皆さん。来週。ネムの一大イベントでございます。どうします？この番組聞いてる方しか注目してなかったら、それ逆に受けますよね。絶対そんなことないですから。おそらく日本中の投資家がほぼほぼ注目してますから、はい。ですから来週はですね、もうネムの話題で結構持ちきりになると思いますよ。もう、投資家、もうプロの投資家も、もういわゆる相場師の方、もう私もそうですけど、相場師の方がみんな、やはり注目してますから、ここはやっぱり注意していきましょうと。で、作戦に関しては、おとといの夜ですね。ですから、今日の朝、2回前の放送ですかね。あそこで、お伝えしてると思うので、もし聞いてらっしゃらない方、いらしたら、ちょっと聞いてみることをお勧めします。眠のところだけ取り上げて聞いても、全然構いませんので、はい。で、もしその際ですね、良ければグッドボタンお願いします。はい、申し訳ございません。いきまーす。で、眠に関してはですね、やっぱり、この黒いサポートラインがもうバッチン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 効いてるんですよ。要するに紙ラインですよね、ここ。ですから、とにかく、青いところを上抜けして最高値目指してと。で、この前言った通り短期勢はもうちょっと利確してもいいよという感じです。とにかく1ドル付近まで上がる可能性はありますけど、時間の金を見たらどうかということですね。とにかく頭と尻尾はくれてやる作戦でいきましょう。はい。いいんですよ。そこから上がっても何べんもみます。いいんです、いいんです。はい。とにかく利益を取る。これが重要です。資産を増やすには利益を取る。もう悔しがってる暇はないです。次の作戦を練ればいいんです。他の通貨チャンスまだまだありますから。で、今日はちょっと面白いのがありますよ。いきますよ。はい。で、通貨ですね。はい。IOST ですね。IOST いきます。はい。高々いきます。いきますよ。IOST に関しては、ちょっと面白い形が出てます。ちょっと面白い形が。え？何言ってんのこの人ってね。いきますよ。ちょっと説明させてください。まず、私、朝の段階で言ってたんですよ。何を言っていたのか。はい。こちらですね。いわゆる、短期でのサポートとなっているよね、と。で、ここ今、裏タッチ、ちっちゃすぎますね。すいません。裏タッチしてる状態でなかなか上がりきらんと。そういうことです。ただ、まだ希望はというか、全然まだ下にですね、重要ラインがやっぱ結構控えてるので、結構こうね、割ろうとして、もし割れても次の青が控えてるしという形ですよ。ですから結構硬いと思うんですよ、もうここら辺のラインっていうのは。もう何回も意識されてるでしょ？もうずっとですよ、ほぼほぼ。もう抜け切らなくて、やっと抜けたと思ったらまたもじもじかよ、みたいな。
そういうことなんですよ。ですから、とにかく、ちょこちょこ買いが入ってるんですよ。なんだかんだって。売りも入るんですけど、買いも入るみたいな。ですから、とにかくこの通貨、チャンスが今後あります。やっぱり、いいですね。ファンダメ的に言うとですね、ポルカドットですよ。ポルカドットとの、兼ね合いが今出てきてますから、今回扱わないんですけど、ですからちょっと注目されると思いますよ。ポルカドットとの、いいですか？関係性が今出てきてますから。わかりますね。で、ちょっといいです。チャート形状的にでございますよ。いいですか？チャート形状的に。ここ抜けたらバカ上がりしそうだよねっていうラインがあります。それが何か？いいですね。とにかく、ここの斜めのですね、ラインあるじゃないですか。とにかく、ここをまず裏タッチしてるんで、抜けるのがまあ先決です。その後にです。その後に、いいですね。その後に、4時間足レベルなんですけど、最高値をつけた後ですね。つけた後、ちょっと下がって、またこう、行こうとしたんですけど、抑えられて下がってきたと。で、もう一回行こうとして抑えられた。ですから、このラインちょっと伸ばしてみてください。ここ、確実にレジスタンスラインとして機能してるんですよね。わかります？まあ、いわゆる斜めのこの下落のラインですよね、こちら。はい。ですから、とにかく、このラインを抜けたら上昇が始まると思います。ですから、私、何回か申し上げてるんですけども、今ここで、ある程度私が言ってることの根拠がちょっと出てきてるかなということですね。私自身もちょっと出てきたかなと。やっぱり前言ってたのは、ここら辺で言ってたと思うんですよ。すいませんね、画面が動いちゃって。ここら辺で言ってたと思うんですよ。5.5円ぐらいですね。だから 5.5 円ぐらい抜けたら吹き上げるんじゃないのって多分言ってたと思うんですよ。ここら辺で。はい。根拠がもう出てきましたね。ほぼほぼラインを引いたら。ですから、やっぱり、いいですね。この黒いラインを抜けたらです。いいですね。フェスティバルが開催でございます。ビッグフェスティバルが始まるかもねということです。いいですか？ 0.08 ドル。また新しいですね。面白い言葉開発します。ちょっと待ってください。申し訳ございません。はい。で、0.08 ドル。ここをとりあえず目指していこうかということですので、まあ、注目度的に言うと仕込み場としたら今チャンスかな。やっぱり何遍も言いますよ。長期の仕込み場としたらありですよ。これは本当に。で、本当にこの親父言うこと合ってんのかと。信用ならないんであれば、この黒いラインを抜けた後の上昇、おそらく始まりますので、そこでもう抜けた後ぐらいに入ってもいいかなと思うんですよね。安牌切るんであれば。まあ、ビットコインがですね、今日のニュースでわかりますから。本当に来んの？みたいな。また多分出てません。出てません。こういうの話題にしてる人あんまりいないかなと思います。いきますよ。次ですね。でもかなり重要です。次です。イーサリアムですね。だからまあ iOS では買いかなということです。見てください。次のイーサリアム。もう、いいです。もう予言者かよ。みたいなんですよね。はい。いや、予言者かよって、まあ、大体の人が多分これ引いてると思うんですけど、すいませんね。もう100人突破しちゃって調子乗りまくってるんですよ。申し訳ございません。はい。チャンネル登録解除とか申し訳ございません。すいません。はい。勘弁してください。はい。次行きますね。はい。すいません。で、こちらですね。イーサリアム。ただいまの価格が1675ドル。はい。日本円で18万円です。ですから、もしですね、ここら辺で入られた方いらっしゃるかもしれないんですよ。現物で。もう買いだぞと。いわゆる大型アップデートの話があるぞと言った後にすぐバーンと跳ね上がったんですよ。日本が反応して。で、そっからやっぱりファンダ的に強いんで、おそらく1730ぐらい目指すよと言ってたと思うんですけれども、もう、ここら辺ぐらいでもし、入れているのであれば、利確ぐらいしてもいいかなと思いますよ。現金結構取れてると思いますんで。ですから大体どれぐらいですか？ 1450 ドルぐらいから1670ドルぐらいなので、大体幅的に言うと2万円ぐらい取れてると思うんですよ。1万円あたり。はいはいはい。ですから、ね、何枚か持っていれば、まあ、半分ぐらい利確をしていいじゃないですか。別にですね、大金をぶち込めていってるわけじゃないんですよ。自分のできる範囲で現金を入れて、はいはい。例えば1枚入れていたと。1枚ですよね。例えば。まあ、FX でも何でもいいんですよ。現物でも。で、半分利確したら、逆に言うと1万円ゲットじゃないですか。はい。それでも美味しいご飯食べられますよ。家族みんなで焼肉食いに行ってもいいじゃないですか。そういうことですよ。私が言ってるのは。そしてまた、必ず来ますから。いきなりバリンはないですよ。そんな奇跡起こりませんから。ほぼほぼ。わかります？いきなりズドーンって言って1万ドル行くんじゃねえのか。そんなことはありませんから、基本的に。やっぱり、抑えられるべきところは抑えられるんですよ。こんな風に。1700ドルとかですね。ここら辺のラインっていうのは。ですから、下がりを待ってもいいじゃないですかということを私は申し上げております。はい。楽しく行きましょうということです。で、とにかく今後の展望としたら、いいですか？ 1730 を、とにかく、ロンドンですよね。あそこに向けて、抜けてくる可能性がもう大いにあります。ですから、下がってきたらもう押し目買いの選択でいいと思います。このラインにタッチしたら押し目買い。で、全部入れるのが怖いんであれば、ここの下限値まで落ちてきてからさらに、現物を追加で押し目買いです。OK ですね。OK ですね。もう、ここに来ることもしかしたらないかもしれないです。1300ドル。ビットコインが大幅に崩れない限り。ということですね。はい。希望的観測でございますけれども、結構こういうのは当たります。はい。次行きます。行きますよ。はい。次行きますね。ライトコインでございます。ライトコインですね。ちょっとサカサカ行きますね。もう、ライトコイン。要点言います。要点。行きますよ。要点です。よーく聞いておいてくださいよ。とにかくです。ここを抜ければ、いいですね。この黒いライン、もうわかりますよね。こちら。頭をずーっと押さえつけられているラインがこれですよ。これを抜けたら、とにかく、はい。始まる可能性がありますので。わかります？始まる可能性があります。ですから、とにかく抜けを確認した後にロングで入っていただいても構わないのかなと。で、
そうですね、まだ抜けてないので、とにかくここら辺今とにかく抑えが強いんですよ。もう100日の長期の移動平均線も重なってるし、このトレンドも重なってるんで、抜けるのがとにかくきついと今は。ですから抜けた後はとにかくショート焼き切ってバリーっていく可能性があります。この青いラインフルシカトでいく可能性がありますので、そこは一応準備しておいた方がいいのかなということですね。で、一応目指すべきところ、最高値付近ですね。最高値付近、最高値付近を目指しましょうということです。ここら辺とにかく利確しながら下がり待ち、そしてまた入って利確しながらです。これで資産をどんどん増やしていきます。わかります？もう雪だるま方式です。 OK です。はい、これが基本的な成功のもう本当一番のと言ってもいいぐらいです。一番の成功方法ですから、はい、OK ですね。ですからライトコイン長期目線で見たら買いです。これは間違いないでございます。今年は買い通貨です。はい、次行きましょう。今日はですね、かなりの重要ニュースが入ってますので、ちょっと行きますね。で、初めて今日扱います、はい、ベーシックアテンショントークンでございます。バットですね。バットですよ。いいですか？バット、実はですね、これ、上場してるじゃないですか。コインチェックとか、あとはビットフライヤーもですかね。あともう一個 GM コインですかね。ここも上場してるんですよ。で、ね、なんかこう、エンジンコインと大体同じぐらいでしたかね。エンジンコインがバリンって吹き上げちゃって、なんか置いてけぼり感がすごいじゃないですか。一時はバットの方が多分高かったんですよね、金額が。で、どうしようかなって悩んでる人もいると思うんですよ。OK です。で、基本的にチャート分析からまずいきますね。チャート分析から。その後に、ちょっと面白い話ありますから、バット購入もし考えてる方いらっしゃれば、今年あるかもよっていう通貨です。ワンチャン。はい、いきます。で、まず、いいですね。今、まあ、ビットコインに釣られてですね、まあ、下がってきてる中間、要するに途中ですよ。で、まあ、今、ビットコインが上がり基調なので、なんとか、まあ、横してると。ちょっと今これね、4時間して広い範囲で見ておりますけど、ご了承ください。で、下の MACD 線を見るとですね、下の MACD 線、ちょっと矢印を追加しますね。申し訳ございません。矢印でございますね。いきますよ。下の MACD 線あるじゃないですか。まあ、これですね、ゴールデンクロスを起こしかけてるんで、もしかしたら上昇が始まるかもねと。基本的には MACD 線っていうのはですね、この真ん中のゼロラインあるじゃないですか。0.00って書いてある。ここよりも離れたところで、いいですね。離れたところで、要するにデッドクロスとか、いわゆるゴールデンクロスを起こした方が、いわゆる買い場とか売り場の指標としては信頼度がかなり高いです。ですけど、一応まあゼロライン付近でも、そういう風にゴールデンクロスとかですね、起こしても、別にその買い場じゃないよっていうわけではないので、基本的には上がり基調になるのかなーっていう感じはしております。とにかく、ビットコイン様によりますよと。キングの動きに。そして、いいですね。今、ここ、止まっているラインですよね。ちょっと注目してください。ここです。です。この青いラインと黄色いラインです。とにかく注意点だけます。青いラインと黄色いライン。そして、この黒いライン、先説明しますね。黒いラインというのは、これ、上昇が始まってからの、いいですか？上昇が始まってからの、もうずっとサポートになってるラインなんですよ。ですから、とにかくここは硬いと思います。ですから、一番最終押し目買いポイントはここです。ここです。まあ、黄色いラインとほぼほぼ被るラインですね。で、いきますね。青いライン、いいですか？これ、ちょっと左に動かします。一日足に落とします。お得意のワープでいきます。お得意のワープです。なんだこの青いライン、黄色いラインって言ってね。いきますよ。こっちでございます。はい、もうここら辺ですね。危なかったです。はい、遡ること2018年のほぼ5月。はい、わかります？ちょっと大きくしましょうか。もうちょっとこうですね。いきますよ。まず青いラインというのは、いいですか、上昇が要するに最高値をつける前の、いいですか、前のここ、もうかなり長い上髭ついてますよね。ここでいわゆるレジスタンスされてるんですよ。レジスタンス。もしかしたらこれ、ここまで長かったら、もうちょっと前に、とりあえずこれ今、映るのがですね、ここまでしかないので、一応映る範囲で。ですから、3年ぐらい前ですよね。2年ぐらい前ですね。2年ぐらい前の、まあ、大体の最高値ですよね。そこでの、いわゆる、つける前にはすごい長い、長いですね。髭、あったんですよ。で、押さえつけられて、それを突破して、ようやく最高値をつけて、ガリッと下がってしまったと。で、その後も何回もこう、もう、わかりますかね、もうこの刺さりそうな髭。何回も、抜けようとしてたんですけど、どうにも抜けられずに下落です。ですから、とにかく、まずここは硬いと。はい。おそらく、レジサポ転換するんじゃないのかなというところで、今止まってるんですよ。だから、ここで、ある程度サポートされていて。OK です。で、次です。この下の黄色いライン、つまり第二防衛ラインですね。もうわかりますよね。もう一発目に、こう、下落してきたじゃないですか。もう一発目にサポート、要するに、ごめんなさい。レジスタンスですね。されてるラインです、ここ。で、これまたワープしますよ。プリーっと。いきまーす。はい。もうわかりますね。もうレジスタンス効いてます。とにかくレジスタンスがずっと効いてます。抜けきれないと。とにかくこの黄色いラインも。で、もうちょっとで今現在につきますから、もうちょっとお待ちください。いきまーす。はい。もう黄色いラインに触れるまでもなくもう下がってますよね。こうですね。ごめんなさい。もうちょっとこういきますね。はいはい、来ました。申し訳ございません。こうですね。はい。で、ここもですね、そうですね。レジスタンスされているところだよと。はい。もう頭押さえつけられて、もうぎゅうぎゅうにでございます。いきまーす。はい。もうここ付近もそうですね。はい。ギリギリだと。で、今現在でございます。はい。今現在見ていただくとですね、わかりますかね。ですから、ここの上昇ですよ。いいですか？今からすごいポイント言います。言いますよ。とにかく、
ごめんなさい。もう、本当に興奮しすぎて、もうボタンどこ押せばいいかっていう形ですよね、今ね。とにかくですね、ここはレジスタンスです。はい、レジスタンスです。もうわかりますよね、レジスタンスです。で、今サポートされてる状態です。ですから、第一サポートラインとしてはある程度効いてきてるかなと。そして、ここ割ると、とにかくここまで落ちます。レジスタンスです。レジスタンス。で、ここもギリギリサポートになりかけてるとわかりますよね。もうライン上でだいたい動いてるので、サポートになりかけてると。まあ、冷やしなんですけども。はい。ですから、まあ、時間足とかのうつつ、もううよいよしてると思います。ここら辺は。で、まあ、いわゆるサポートに転換されてる。もうレジサポ転換の綺麗な形ですよね。で、言いますよ。言いますよ。この通貨、まあ、落ちてくるんだったら黄色ぐらいです。要するに吹き上げた半値戻しがですね、ここの半値戻しがですよ。ですから、ここぐらいまでは、まあ、もしかしたらあるかなと。ですけど、この、中短期のですね、サポートラインが効いてるので、ここら辺が、だから、何遍も申し上げますけど、押し目買いのチャンスだよ、ということでございます。チャート形状的にはこれです。で、いきますよ。いきますよ。バットに関する、なんでこいつちょっと注目されてたのっていう謎が今から解けますからね。これ聞いたら、もしかしたらちょっと買ってもいいかなって、もしかしたら皆さん思うかもしれないです。いきますよ。バットというのはですね、いいですね。そもそも、ブレイブっていう、まあ、いわゆる検索エンジンですかね。あそこの中で、いわゆる、トークンとして配布される、いわゆるこう、わかります?ポイント的な感じで配布されるような通貨なんですよ。ですから、こういうことです。ブレイブというサイト、まあ、いわゆるエンジン、検索エンジンですね。そこ経由で行って、まあ、いろいろ入るじゃないですか、サイトとかに。そしたら、そのブレイブっていうのは、広告がほぼほぼ表示されないように設定できるんですよ、自分で。ですけど、ブレイブが、この広告見てねっていうのを許可すれば、バットがもらえるんですよ。広告を見るだけで。だから、ちょっとポイントサイト的な要素が強いんですよ、こいつ。OK ですね。で、そのバットほらもらえたらですよ。それ、要するにお金に現金化できるじゃないですか。そこまでは OK ですよね。はいはい。で、実はですね、これ、アメリカの方でしかそれやってないんですよ。その、バットトークン、いわゆるこのバット自体を配布するというの。じゃあ日本やってないの?でも実はですね、日本やってるんですよ。何か、バットトークンではなくて、いいですね、バットポイントみたいな感じで。だから、いわゆるこの仮想通貨じゃなくて、ポイントとして配布してるんですよ。つまり何か、現金化できないバットコインってことです。今はですよ。いいですか?今は。これがポイントです。いきますよ。で、遡ること、去年の11月です。11月に実はですね、いいですか?ビットフライヤーがですね、このバットと組んで、バットウォレットというのを実装しようとしてたんですよ。もうつい最近ですが、4、5ヶ月ぐらい前です。バットトークンというのを、申し訳ない。バットウォレットを実装しようと。それを実装すれば、つまりバットウォレットですから、わかりますよね。そのポイントを、もういわゆる現金化できると、つまりバットトークンのコインにも変換させて、それを現金化できるよという流れを作ろうとしてたんですよ。わかります?それが今、頓挫してしまいまして、今この状況です。ですけど考えてくださいよ。上がってるんですよ、これ。で、私実はですね、いいですか?実はですよ。ちょうど今年始まる時に、投資仲間から、今年多分バットちょっと来るかもよっていうのを聞いてたんですよ。ですからそこを聞いていたので、ちょっとだけ買い増ししました、これは。はい、実は。OK ですね。保有のコインとしてはちょっと入れてますよということです。まあ、そんな多くないですけどね。はい。ですから、もうこいつが上がる要因としたら、もうとにかくこれです。ビットフライヤーがバットウォレットを実装しますってニュースが今年のどこかで流れる可能性があります。そうなったらパリーンと跳ね上がる可能性が大いにありますよということでございます。とにかくチャート形状的に注意するところは青、割れたら黄色です。結構硬いラインになると思いますので、押し目買いのポイントとしては、いいんじゃないでしょうかということでございます。そしてですね、今日の重要ニュース。もしかしたら今までで一番いい形になるかもしれないです。いきますよ。まず一つ目です。はい、いきます。こちらです。です。このニュースを聞いてる方、おそらくかなり早い段階でこの情報を仕入れられるかもしれないです。いきまーす。まずですね、ですか?アルトコインに関する話です。皆さん大好き、クジラ様です。クジラが、実はですね、3つのアルトコインを今、蓄積してるらしいと。要するに買い集めてるらしいよという情報があります。はい。これが、もう今日の出たてのほやほやです。ですから日本のニュースで多分流れてないです。まだ全然。で、いきますよ。上から下まで流しますね。簡単にちょっと言いますね。暗号分析会社のですね、サンティメントという会社が、一応これ分析していることです。で、過去1週間にどのアルトコインをですね、要するに蓄積していたかが、この分析によって明らかになった。ということです。はい。そして、その3つも言いますね。エンジンコインは、この1週間で結構、集められていたらしいんですけど、それ以外の3つです。いきますよ。まず、ポリゴンですね、ポリゴン。これ、ちなみにですね、今から言う通貨、一番最後はちょっとわかんないんですけど、あれです、バイナンスですね、こちらで取り扱いしてますので、もし持ってらっしゃらない方、いらしたらですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、登録してみてください。はい。で、まず一つ目、ポリゴン。つまり、マティックってやつです。MATIC です。いいですか ?MATIC。下まで下ろしたらわかりますかね。はい。ここでございますね。ここです。はい。ここを見てみてください。で、その次、これ見た方が早いですね。ディセントランドってやつですね。だから、マナ。はい。で、最後、ライデン。
RDN。これが、基本的には集められているよということでございますので、もし余力がある方であれば、もしかしたらクジラが着目しているということは何かがあるかもねということでございます。はい、次ですね。今日の最後、ビッグニュースいきますよ、皆さん。というか、これ喜んでいいのかちょっと悩むところなんですよ。申し訳ございません。話す前にですね。ですから、ちょっと喜びは喜びというか、ちょっと今世の流れ的にですね、これビッグニュースって言っていいのか、ちょっと微妙なラインなんですけど、ちょっとまず流しますね。やっぱり、今シビアな問題が出ているので、喜びはできないんです。実際問題。ごめんなさい。はい。ですけど、仮想通貨業界の、このね、資金が入ってくるという意味では、まあ、プラスなニュースになるのかなと、あまり嫌なんですけど、わかりますよね。今のこの世の中、新型コロナがね、流行っているので、ちょっとこうね、テンションはそんな高めにはちょっと言えませんけど、一応頭に入れておいてください。ですけど、でかいニュースです。かなり。はい。いきますよ。まずですね、覚えてらっしゃいます？ちょっとごめんなさい。戻しますね。これはまあ、かなり大きなニュースです。まあ、新型コロナ対策ですよ。で、去年アメリカ、4月20日です。こちら上見ていただいたらわかりますよね。4月20日に、アメリカがですね、1人当たり1200ドルの現金給付を行いましたよね。そちらは、だいたいこう、近いので、まあ、記憶に残ってらっしゃる方がいらっしゃると思います。そして、その時にですね、まあ、これ見た時にですよ。まあ、気持ちはわかるけどと思ったんですよ。まあ、わかるけどって、そこじゃないんじゃないっていうのはちょっと思いました。はい。ですからちょっとあまり喜べないなっていうのがあります。本当に正直なところ。で、一応ニュースとしてお伝えすると、その時の1200ドルを配布された時に、いいです。まあ普通国はですよね、食料とか、まあ電気とかそういったものに使ってくれと。もう お国様からお金をもらってるんですけど、それが残念ながらですね、まあ仮想通貨業界の方に流れ込んできてしまったと。これはある程度ニュースを見ていただいた方であれば、なんかまあ記憶にあるのかなと。で、その時にですね、まあいわゆる 0.4% 近く、だからまあ上昇したんだよと。いうことです。まあ、購入とかそういったものがですね。はい。で、まあね、政府から配られたお金をそういうふうにね、自分のこう、資産を増やすっていう肥やしにするっていうのはちょっとやっぱ気が引けるんですけど、やっぱり逆に言うと、困ってる方もいると思うんですよ。なんとかしてそのお金を増やしたいってやっぱそういう意味でですよ。多分入れてる方もいらっしゃると思います。はい。で、一応ですね、コインベースとかではな、だけではなくて、バイナンス US でも、まあ、この1200ドルという切りの入金がやっぱりこう多かったと。とりあえず、これがあって、いわゆる仮想通貨ですよ。まあ、ビットコイン関係ですよ。上がったんですね。バリーンと。OK です。ですから、まあ、ちょっとね、嫌なニュースが あって、上がって、喜ぶのっていうのは、ちょっとこう、僕はね、ちょっとできないんですけども、一応、まあ、こういうチャンネルをやらさせていただいているので、まあ、ね、正確な情報をきちんとお伝えします。まだこれは、Yahoo ニュースの方でしか上がってきておりませんので、ですから、仮想通貨系のニュースでは多分出てきてないと思うんですよ。ですけど、ファンダメンタル的にはかなり大きくなるかな、というふうに思います。で、こちらを見てみてください。もう大体上見たらわかりますよね。今日の、夕方ですね、に発信されたニュースでございます。はい。バイデン大統領がですね、まあ、いわゆる、今回、また新たに、一人15万円ですよ。すごいですね、やっぱり、アメリカというのは。1400ドルです。こちらを、もう、また直接給付しようと。はい。で、これがいわゆる、14日までに成立の見通しになるよということなんですよね。はい。OK です。ですから、3月14日がポイントかもしれないよって、こう、ちょっと明るくね、ちょっと言ってしまったんですけれども、今後の仮想通貨の中に流れ込んでくるお金の第一候補としてはあり得るよと。はい。ですから、仮想通貨業界にとっては、まあ、ある意味資金がね、入ってくるプラスなニュースですよということでございます。ちょっと最後ですね、プラスなんですけど、ちょっと暗くなるようなね、ちょっとニュースで申し訳ございません。ですけど、私のやるべきことは、やはり皆さんに最新のニュースをお伝えするというのが、これがね、私の、使命でございますので、ぜひともちょっとご了承ください。今回ニュースですね。もし、聞かれてる方でコロナね、困ってる方がいらしたら本当に申し訳ございません。はい。で、今回ですね、チャンネル登録者の方、いいですか？ちょっと気分を変えますね。チャンネル登録者の方はですね、なんと、いいですか？なんとでございますよ。ドゥーデデン111人でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、本当にありがとうございます。1日で、また8人、9人ぐらいですね、増加、させていただいてですね、もうずん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 、もう、私が10万人に近づいていってるというよりも、いいです。10万人がこのチャンネルに近づいてきてる。ちょっと意味がわかりませんね。申し訳ございません。という形になっております。はい。で、今後もですね、皆様、どうかですね、このチャンネル、高評価、グッドボタンです。あとコメントですね。もううざかった。本当に何べんも言います。もうバッドボタンでも構いません。はい。こちらの方、ぜひともよろしくお願いいたします。初めて聞かれた方はですね、チャンネル登録の方ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。それではですね、日曜日の夜、まあ週末ですね、最後なんですけれども、明日からまた新しい週が始まります。いいですか皆さん、元気出して、いいです。もう仕事やってですね、バリバリ稼ぎましょうよ。そして、少しでもいいので、仮想通貨に今のうちからちょっとずつ入れておくと、それが1年後に化ける。2年後に化ける。わかります？昨日放送しました。10年後に化ける。これありえますよね。はい。ですから、資産をとにかく増やす。退場はしない。とにかくこれ、鉄則に行きましょう。はい。それでは、明日ですね、またお仕事ある方は、バリバリ頑張って、
きましょうということでございます。私も仕事頑張ります。はい、それでは、3月の7日第2部のですね放送を終了させていただきたいと思います。それではおやすみなさい。